タイプレジデントフード、マーマーイエンタフォー味、揚げ麺に粉末スープ、調味油、チリパウダーがついています。麺は細めの角断面で輪郭は明快です。気泡感はありますがあまり気にはなりません。ママの麺は昔と比べて油臭さが弱くなり、だいぶ質感が向上していると思います。スープは透明感がある紫色です。イエンタフォーとは豆腐を紅麹で発酵させたものですが、嫌な匂いはしません。砂糖の重要感のある甘さが強く、唐辛子の刺激もあります。酸味は柑橘系ではなく発酵系です。個性的なスープですが、具の選択には迷います。素直に何も入れず、本場タイの生イエンタフォーってどんな味だろうと想像しながら食べるのがいいと思います。